100% のプレッシャーをかけてきてるんですけども、ここですね、見てください、このテクニック。香川非常にスペースの中に入り込んでいる能力は素晴らしいものがあります。香川倒れたがそのままアドバンテージ、いいです、いいです、これパスタイプ上がってますよ。さあ 長友からクロスへ上がる、シュートだー、よっしゃ、おー、あー、ポストだ、ポストだ、岡崎のシュート、ポスト。今は日本らしい中盤での速いパスワークからサイドを崩して、ここですけども長友の長いランニングで、昨日の練習では少しダクテロジ監督に注意されてましたけれども、はい、ここはスルーパスが出た、岡崎、さあボールをキープしてシュートを打てるか、打てません。あ、そうです、昨日の練習では少しダクテロジ監督に注意されてましたけれども、はい、ここはスルーパスが出た、岡崎、もう少しケアするような時間帯も長くなっています。この時間帯に日本としては活路を見出したいところ、前田、香川、そして香川、内田が空いた中で動き直す岡崎だ、さあ飛んだシュート、ー正面だ、韓国のフォワードのレギュラーポジションに落ち着いてますよ、りました。さあ本田、本田のシュート、さあ前向けるか、遠藤、遠いサイド、本田が待っている、オフサイドはない。日本は左サイドを崩して決定的なチャンスがありました。いいです、いいです、このテンポがいいですよ。